ばんは。髪の毛いい感じ？イエーイ。サラサラです。結構待った。病院行ってきた。こんばんは。美容室ね、わかんない、どれぐらい待った。でも全部で2時間強ぐらいかかった。全然手術内容そんなかからないやつなのに。予約してたよ。パッパッパン。風邪？若干かな。そう、いたたまれなくなってメールを送りまくってた。今日はモコモコですよ。誕生日おめでとう。おめでとう。おめでとう。チャームポイントは、なんだろう。わかんない。なぜ天使しないでアイドルしますか？じゃあちょっと明日から天使になっちゃうかな。ちょっと明日から天使になっちゃおうかな。ちょっと明日からじゃあ天使になります。アイドル終わりです。明日から天使で頑張りたいと思います。明日から天使です。みんな今までありがとう。天使です。みんな今までありがとう。天使になってもらえたらありがとう、嬉しい。あれも早く見たい。今日は早く眠りに落ちることができた。おお、よかった。天使って何するの？わかんない。天使兼任アイドル？ OK。 配信30分ぐらいかな。これはね、ジャラピケです。かわいいよね、ジャラピケ。セラピ系男性用もあるしね、かわいい。1ヶ月後にはショールームを見るファンがいなくなるだろうといった発言が話題。そうなの？綺麗、ありがとう。かわいい、ありがとう。インスタ写真、あれ加工してないんだよね多分。自分では自らアプリが加工するとかあるのか。いやでも多分加工してないけど言われた。加工って。うん、チェインさん、ああ、また昨日に引き続きタワーありがとうございます。すいません、ありがタワーです。ありがとうございます。ありがてぃわ。カプ
草田さんね、ありがとう。今は家族で焼肉いいね、家族はいいね、ありがてぃーす。ひさゆりちゃんかわいい、ありがとう。1年後にもずっと来る約束だよ。ファイティング、ばあちゃんにローストビーフ作ってきた、えらー、料理しなきゃ。今日はもんじゃ焼きの粉買ったから早く食べたい。リップ、リップはイニスフリーです。今日のリップはイニスフリーちゃん。13番ビビットコットンインクティント、13番です。顔がめっちゃ多分嬉しい、髪トゥルントゥル。日本にはイニスフリー売り場、原宿に2つ、原宿に2店舗ありますよ。イニスフリーはあれですよね、パウダーとかも有名でとってもいい、お気に入り。なんかあの目の下のキラキラもイニスフリー使ってる。ファンの名刺を考えてないね、まあ、無理、なんかめっちゃピンときたら作ろう。高知にはないよイニスフリー。唇？分担取ったのいいな。韓国でもよく使うんだ。やっぱそうだよね。なんか韓国によく行く友達がとっても現地では安いって言ってた、イニスフリー。こんばんは。髪切ってる時は美容師さんと話はするときはする、しないときはしない。やっほー、こんばんは。新しいアバター作ってるの？早く見てみたいね。唇の鼻、私も最近、前はめっちゃ自分の鼻嫌いだったからけど、最近は割と自分の鼻まあ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 いいかって思うようになりました。前は結構嫌いだったんですけど、今は割と好き。横向いた時特徴的じゃない？ヤホーマルー、レディーモードさんと握手します。どんな感じ？天使です。萌え死にます。チャームポイント、鼻変わった。実家帰ると親すげーってなる。いつもいつもは気づかないことを気づくよね。あれ好き、ありがとう。おすすめのハンドクリーム、私ハンドクリームね塗らないんだよね、全然本当に塗らない。なんか手がさ湿ったらなんか活動できない。香水は使う、ジミーチュー。スタイルなんだっけ、 3C は高い、割と高いなって思っちゃう、いつも。顔が面白い、あなたの方が。こんばんは、今日も可愛いですね、ありがとう、嬉しい。なんだ姉の方か、そうです、どうも。もうどうはんの、そっくりではないけどね。今日も可愛い、ありがとう。表情が多様で大好き、ありがとう。一番好きな個性はジミーチューさんですね。でもコロコロ変わる、好きな香水は割と。
コロコロ変わる髪の長さは全然変えてない。今日は本当にすごく可愛い、ありがとう。明日も可愛い、ありがとう。リセントーク、リセントーク待ってる。アイリの色センス、色男性が香水つけてるのどう？え、全然いいと思いますよ。やっぱ身だしなみに気を使う男性は素敵だと思います。推しは変わりません、ありがとう。今日はモデルさん見た、本当本当嬉しい。推しは変わりません、ありがとう、よろしくね。なんかすごい塩タイムみたいになっちゃった。知ってます、大人っぽいね、大人っぽい。まあ二十歳ですからね。赤目、今日一応オレンジだよこれ、オレンジオレンジ。萌ちゃんの赤試験買って、お、いいじゃん、マジ萌え死ぬから、私にはない若さをいただいてきてください。皆さん高校生じゃないよ、エブリデイ美しい。来年は何を頑張りたい、ある歌とダンスと芝居。カラコンはしてない。妹さんも一緒かな、ぜひお願いします。美人さんありがとう。中学生じゃないですね、 大学生の年です。ツインテール、お願い。なんて、右肩がさ痛い、可愛すぎてどうかしちゃう。ウェイ、いつでもいつか紅白頑張ります。桃之助をめでる、もうめでてください、ぜひ。うちのアルマいつから綺麗だった、うん、億年前。あー肩痛い、今日肩痛いんだよね、めっちゃ肩痛い。翼のせい、うん、翼が重いからかも。ねえ、かぼちゃとマヨネーズもう一回見たいな。そのパーカーになりたい。どうぞ。最近どうしてこんな気分かんない。どうしてだろう。シチューまだ。鼻、肩を、肩が痛い今日。唇がセクシー、ありがとう。ジェラピケ、力強そう。そう。翼配中よ。夜ご飯作ってないわ。私も残り2日、それなやば。あ、すごい肩痛い、右肩が痛い、右肩痛い、右肩痛いの、右肩痛い痛い痛い。最近ずっとミュージカルばっか聞いてるわ。なんか乗ってるのかな。痛いんだよね、めっちゃ右肩が。なんで？痛い。ついてる？ついてるかな？誰かここに。誰か見える人いる？ここに。なんでだろう。緑の魔女ウィキッド？ウィキッドはそんなことしない。小さおじさん、小さおじさんいてほしいな。美容院でさ肩マッサージしてくれる人、おってなっちゃう、好きってなっちゃう。
霊感絶対ないよ。ペッペーン、レイとも仲良くなるね、ついてたら。はいこんにちは、はいこんにちは、ちょっと重いから降りてもらってもいいですかねって、ちょっと重いんでちょっと降りてもらってもいいですかねって言うわ。あちょっと重いかなみたいな。こんばんは、こんばんは。お化け大嫌いだよ私、お化けほんと嫌い。うん、まあ茶員さん、またまた熊のやつ、熊タワーありがとうございます。ごめんね、たくさんありがとう。熊タワーありがとうございます。コアラ、コアラに似てる。私コアラ言われたことないわ。野生のクマは見たことないですね。カワウソは言われますよく。美脚ありがとう。こんにちは、ほーよ。表情が可愛い、ありがとう。クマめっちゃ足生えまして、アバターのカワウソはよくみんなにカワウソに似てるって言われるからなんですよ。イタチ？カワウソだよこれは。あと服は龍馬、坂本龍馬の服で、頭に乗ってるカッパのお皿は愛がキスキスキスの時にやったやつで、尻尾のカツオのお尻尾、尻尾はカツオの尻尾です。いろいろ私が混ざってるアバターとなってますけど、顔が見えにくいってももちゃんに言われました。顔がね、いろいろ意味がね詰まっちゃうんですよね、このアバチャーには。そう、手書き感満載だよね。キメラ27コーチアンテナショップ行ってきた。おいいね、いいね、嬉しい。素敵な商品ばっかり。高知県に対する愛情を見る、ありがとう。そう、とても意味がある。どんどんとカラオケやりたい、やろうって言ってる。ゾウ人間とコラボ、そうカッパ嫌で泣いてた。ねえかゆい、アバターの性別は決めてないな。我らの女神ありがとう、頑張れ、ありがとう。こんばんは、こんばんは。何かを作るショールーム、企
資格はやりたいよね。のんのいい子だよ。ヘアオイルは使ってない今日は。目赤い？てっ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 てれってれん。目赤い。なんかショールームするといつも目が乾くか痒いんだけど。アルミも鼻くそがある？女神だからいない。あるよ。百人一首は中学校か高校の時にやった。百人一首はめっちゃやらせる先生がいて、めっちゃやった。すごい覚えらされた百人一首高校の時。めっちゃやった百人一首。高知県でおすすめの場所？広め市場？涙多い。多くないよ。最近全然泣いてない。最近全然泣いてないな私。うん、四万十川いいね。56分、もうすぐ30分経つ。西園家のお雑煮は豆腐とお餅と葉っぱかな。以上。女神の涙はダイヤモンド。そうです。豆腐珍しい。高知県を飾ってるお店だった。本当？カッパメーカー恥ずかしかった。今日歩いてたら、あ違う、ニセの先祖は神です。私の理想系ありがとう。30分と別れの時間があまりにも悲しいの。今日も会えてよかった。ありがとう。今日も顔面可愛いでしょ。四万十川綺麗だよ。青いもん、緑色っていうかエメラルドグリーン。画質いい。え、よかった。豆腐大好き。本当にお豆腐大好き。もうお豆腐じゃないといけないぐらいお豆腐が好き。通信制限来てる今年も。今月も。もはや部屋着バリ好き。愛梨いつから綺麗だった？うん、6年前。納豆はね食べれない。匂いがきつ。ピーマン通社でおすすめのポーズ。とかかな。中四国ポーズもおすすめ。
ウインク、はい、可愛い顔変顔しないでください、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、足伝いてて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 て、助けて誰か どうしよう、痛い足を伸ばして、足の先を引く、マジで痛い、これ本当に痛い、あ、足伸ばしたい、あ、痛い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 、でも痛い痛い、ほんまに痛いけど、どうしよう、じっとこらえる、OK、痛い痛い、悩ましいんだったわ、痛い、なんか足のなんていう親指、足の裏の親指のからかかとにこの筋、親指からかかとに行くまでのこの裏の筋、足の裏のが痛い、めっちゃ痛かった、わかる？痛かったマジで、痛っ、でも治った、こうじゃない裏、わかる？痛かった、たまにつるよねここ、もんどこ、うん治った、わかる？仲間がおるわね、伸ばすわ、美脚のために、ああ特に何も、うんいい感じ、 OK、 びっくりした、鬼滅見て遅れた、お、鬼滅見てたの、ミネラル？最近でも偏ってる食事、絶対水分はね不足してないと思う、私めっちゃ飲む人だから、めちゃめちゃ飲み物飲む、加湿？ 30 分経った？よし、じゃあそろそろ
ランキングを読んでいきたいと思います。鬼滅の愛理、愛理柱、立線柱、ランキング読みたいと思います。13位、タットさん、ありがとうございます。12位、ウォウ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 さん、ありがとうございます。11位、アイリサランヘさん、ありがとうございます。ありがとう。10位、ノストラダムスさん、ありがとうございます。9位、ボンゴさん、ありがとうございます。8位、グレッキーさん、ありがとうございます。7位、ヨンギ、アットサトマホシさん、ありがとうございます。6位、キノジーさん、ありがとうございます。5位、大粒ちゃんさん、ありがとうございます。4位、ファイナルアットエフさん、ありがとうございます。3位、充電プリューさん、ありがとうございます。2位、クリポンさん、ありがとうございます。1位、チェインさん、ありがとうございました。ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。ではまた、バイバーイ。今日はあまりコメント早くなかった。それな、今日もお疲れ様、ありがとう、バイバーイ。おやすみ、サランヘ。おやすみ。